間違っててもおかしくはない。でもどうせ気に立って1時間待ち。ならどうする？吉野家を食べる。それが牛丼を愛する者の宿命である。牛丼食ってきます。ここまで言ってて間違えて親子丼頼んでたらどうしよう。いいや。それはそれで美味しい。よし。さあ、下向きましたけどね、一気に暑くなってきましたね。すごいな。気温差がえげつないですけど。まあ、キムチ牛丼、パッと食べてきました。さすがですね。入ってから、出てくるまで。まあ、今度って、食べ終わるまで、まあ、20分ぐらいかっていうところですね。まあ、さすがになんか昔よりはオペレーション増えてるんでね、提供までの時間が。まあ、秒単位ではね、多少変わってきてるとはいえ、とはいえね、やはり、早いですね。ということで、パッと食べてきましたし、早速ね、まず駐車場の方をね、探していこうと思います。なんか安いところがあるらしいんですよ。ちょっとね、ちょうどふらふらと探すぐらいの時間はありますからね、45分ありますからね、そんな感じで、とりあえず駅の方に向かっていきたいと思います。じゃあ、行きましょう。というか、飛んでるんでね、行ったけど、これは、ついてない、買いに行った。あった。駅は、ここは渡って、やっいな。急に一気に日差しが出てきて、ギンギンに暑くなってきましたね。あ、しまった、また。あー、またこれ。帽子持ってきてねえや。さあ、わちゃわちゃしながら出てきますからね。で、ここを曲がっていくと、亀山駅の方に入ってるよ。あれも結構、いや、焼き芋の店とかできてんだ。へぇー。で、駅前、綺麗になって駅前ですけど、いつもはね、このまま駅をストーンと行って奥のところに止めてるんですよ。あ、ここだ、24時間200円。ここが24時間200円のところがあって、あ、でもいっぱい。あ、あれ、しょっぱい。で、こことはまた別で、さらに安いとこあるらしいんですよ。これが1日100円。なんなんこれ。ちょっとよ、俺もよくわかってないけど、1日100円というところもあるらしくて、これか。1日100円ってなってるけど。ん？満車か。どこが止めてきたの？そこは。ワンチャンありか。ありなのかな？いいのかな？あ、死んでる。お？マジで？これ100円？ちょっと気になるんで、なんか見てきましょうか。さすがに現金だろうな。現金持ってこ。
いや、確かに奥まったところやし、わかりにくいところやけど、必死って言うのもね、何もわかんねえんだ。簡単に言うと、Google マップであの100円っていう看板だけ見たんで、東でか、あ、これ、あ、自販機か。なるほどな。はぁはぁはぁ。あそこ止めていいんだよね。特に、どこに止めたらダメとか書いてないですからね。あ、すごい視線だな。で、へぇー、なるほどな。で、あ、9日、10日とかまであるんや。10日でも1000円よ。さあ、駐車券、ご利用前、私は、テーブルの箱の中、あ、ここの箱に入れといてないっていう。で、海外の車内に置いてください。車両の駐車場の駐車は1万円と。で、一段の一段し。一日券は購入か24時間以内、消費税か最後。24時間ってことですね。ですから、日替わりじゃないよってのを見て。おー、ほんと安いじゃん。ガチの100円じゃん。マジか。じゃあ、100円。で、まあ、1日だけでいいですかね。1で。これを、誰か見えるとこに置いといたらいいね。おー。ここだけ切り抜きにしよう。で、ダッシュボードとか置いときゃいいでしょ。よいしょ。さあ、止めたし、これでいいみたいですね。すげえ。確かに駅からはちょっと離れてるとはいえ。本当にこれ満車でも利益出るのか心配になるぐらいあれですね。いや、ダブル円だもんな。すげえな。で、そっちは200円。まあ、200円でも安いんやけどな。まあ確かにちょっと奥まったところではあるし、なんですけど、全然、ウェルカムありですね。だって、別にそこが駅ですから、そんなに払えてもないですもんね。いや、100円は安いな。そんな平凡な名前やな。どっちのがあれかな、多いのかな。いや、怪しいな。ツッコミ入ようと思ったけど、山田亮太と田中亮太じゃ。で、こっちは、こっちも広いけど、でもこっちもほぼほぼ埋まってるもんな。24時間。200円。あ、こっちは複数分割引もあるんだ。また繋ぐか。ほんと駅前がガラッと綺麗になったね。すげえな。すごい、なんかおしゃれなクレープ屋さんとかもできてんじゃん。おや、こんなんだ。なんか安いフォーク。市街地の方にあったみたいな。で、で、
時間は余裕あるやろ。まあ30分あるもん。まあでも電車来てるからもう。折り返しまでも結構長い間あるで、それぐらい見てとけば、ちょっともええかもしれん。と、多分山駅。あ、でもこの時間までなんですよ。あ、ちょっとだけか。昼休憩の時間が決まってるのか。で、いくらだ木部川まで。木部川やから、680円か。